全国のサッカーファンの皆様、こんばんは。ようやく冬も終わりに近づいたようです。さあ、今回はどのチームが栄光をつかむのでしょうか。 J リーグ19クラブ対抗のスプリングトーナメント、シエロ対レイス、注目の一戦です。実況担当は安塚博史、解説は元日本代表の水沼貴史さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。時折雲間から月が見え隠れしています。手元の時計で5分が経過しています。シエロ、無難な立ち上がりを見せています。あーっと、ここで笛。レッドカードだ。ピッチを後にします。この退場は想像以上に痛いですよ。手元の時計で5分が経過しています。大ピンチとなりました。シエロ直接狙った。もうちょっとでしたね。手元の時計で10分を回ったところです。シエロ、攻め込む隙を伺っています。無難に繋いでいきます。オープンスペースを探します。福永、巧みなボールさばき。福永、やはり強引すぎたか。手元の時計で15分が経過しています。シエロ、会場で選手が抜けた穴をどう埋めるんでしょうか。少しまとまってませんね。シエロ、ここからどう守っていくのか。センタリングのチャンスだ。あー、どうしたんでしょうか。インターセプトされました。手元の時計で20分を回ったところです。シエロ、ここからどういった展開を見せるのでしょうか。完璧なタイミングです。リコ、オープンスペースを探します。クロスボールを上げるチャンス。ヘディングシュート、決まった。シエロ先制ゴール。手元の時計で20分を回ったところです。シエロ先制のゴールを決めました。浮き、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。絵に描いたような絶妙のセンタリングでした。文句のつけようがないセンタリングでしたね。あとは合わせるだけというクロスでしたからね。前半も残すところあと5分。シエロ、勢いがあります。佐々木、片桐、レオンチェフ、シエロ、ここからチャンスになるか。絶好のチャンス、足で止めた。ここで前半戦が終了。1対0、シエロ1点のリード。水沼さん、前半をご覧になっていかがですか。この調子だとこの後一波乱ありそうですね。後半開始直後、シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。川本、アルラシード、
これは予想外の展開だ。連携がうまくいってます。後半10分になろうというところ、シエロ、さあどういった守りを見せるのでしょうか。おっと倒されました。あーっとここで笛、シエロ大きなピンチを迎えました。キーパーよく防いだ。手元の時計で15分になろうというところ、ボールはレイソル、シエロ、ここはきっちり守って次のチャンスにつなげたいところです。ファールか、ここでカウンター。落ち着いてボールをキープしています。キーパー1対1、まだボールは生きている。ゴールイン。手元の時計で15分になろうというところ、シエロ、いい形でゴールを奪いました。チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。橘、いいところに張っていました。シュートを枠に打つっていうのは基本ですからね。ディフェンダーのチェックが遅れたっていうのは幸いしましたね。後半35分が経過しています。シエロ、ここはきっちり守ってそのままゴール前まで走り込む。ちょっと抜くには無理があったか。ボールを奪われました。ここで主審のホイッスル、試合終了です。結果は2対0、シエロゲームを制しました。水沼さん、最後に一言お願いします。トーナメントは波に乗るとどんどん行きますよ。放送席解説は水沼貴史さん、実況は安塚博士とお送りいたしました。水沼さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。テレビをご覧の皆さん、こんにちは。あいにくの雨となっています。 J リーグ19クラブ対抗のスプリングトーナメント、思わぬ番狂わせもこの大会の魅力でしょう。さあ、トーナメント戦準々決勝、シエル、これからが本当の勝負となります。対するはベルマール、注目の一戦です。
実況はおなじみの安塚博史、解説は元日本代表の水沼貴史さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。キックオフ。前半22分。どうしたんでしょうか。これはカットされます。ホンミョンボ止められません。無難につないでいきます。ディフェンスの様子を伺っております。左で様子を伺っています。川本決まった。ヒエロー先制ゴール。手元の時計で20分が経過しています。ヒエロー先制のゴールを決めました。川本チャンスを確実にものにしました。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。絵に描いたような絶妙のセンタリングでした。文句のつけようがないセンタリングでしたね。あとは合わせるだけというクロスでしたからね。シエロかなり守備的になっています。 5-3-2 というシステムを取ってきました。左に短いパス。ゴール前の混戦からどうするか。押し込んだ。前半27分。8番きっちりと決めてゴールイン。シエロ1点をもぎ取りました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。いやー、よく合わせました。頭で合わせてきましたね。いい感じのシュートですね。ここで前半戦が終了。2-0、シエロ2点のリード。水沼さん、前半をご覧になっていかがですか。安心できる得点差じゃないですよね。試合再開です。手元の時計で5分になろうというところ。シエロ少し攻めあぐねている様子。蹴った。ダイレクトボレー。打った。これは止められてしまった。手元の時計で10分が経過しています。シエロリードを広げることができるのでしょうか。注目しましょう。ゴールに迫る。後半10分、決めたのは川本。素晴らしいシュートでした。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。川本、これは嬉しいでしょう。いい形でゴールに持ち込んでますね。いいところに蹴ってますよ。後半15分になろうというところ。シエロ、ここはしっかり守っていきたいところです。ベルマーレ、右サイドからどういくか。ゴール前、綺麗に上げた。ファーストここで笛。なんと外しました。ホンミョンボ。手元の時計で20分が経過しています。シエロ勢いがあります。すごいパスが通った。決まった。ビューティフルゴール。後半22分。キーパー悔しがっています。シエロ1点をもぎ取りました。 VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。レオンチェフ、これは嬉しいでしょう。うん、よく決めましたね。ナイスシュートですね。
半のロスタイム、シエス大量リード。さあ注目しましょう。レオンチェフ上がっていきます。レオンチェフゴールを目の前にして止められました。ここで試合終了。結果は4対0、シエル大量ゴールを奪い勝利しています。シエルベスト4進出しましたね。まさに評判通りの強さを発揮したという感じでしょう。放送席解説は水沼貴史さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。水沼さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ようやく冬も終わりに近づいたようです。花のつぼみがほころび始めております。さあ今回はどのチームが栄光をつかむのでしょうか。
J リーグ19クラブ対抗のスプリングトーナメント、シエン今の調子を大事にしたいところです。準決勝ではもっと楽な展開にしたいでしょう。準決勝シエロ対レッズ、注目の一戦です。実況は私安塚博士、放送席には J リーグで活躍されました水沼貴史さんがいらっしゃいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ね、今の火蓋が切って落とされました。シエロ絶対にゴール、手元の時計で10分が経過しています。シエロ先制のゴールを決めました。レオンチェフチャンスを確実にものにしました。 VTR が出ます。もう一回見てみましょう。今の連携にはゴールキーパー完全に裏をかかれました。相手の要求するところにピタッと出すということの繰り返しなんですが、難しいですよ。前半14分、シエロここはきっちり守って次のチャンスにつなげたいところです。長い左へ堀、よろけながらもキープ、ゴール前蹴った、決まった、レッズ同点ゴール。手元の時計で15分になろうというところ、まさかの同点ゴールを決められてしまいました。シエロ追いつかれてしまいました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。ゴール前の混戦からゴールをゲットしました。ディフェンダーが完全に競り負けてますね。一番嫌な形になってしまいましたね。キックオフで再び試合が始まります。ワンツー、無難につないでレオンチェフ、杉下どこまで上がれるか、シュートチャンス、おお。手元の時計で25分になろうというところ、シエロここでなんとか踏ん張りを見せてほしい。おっと、強引にスライディング、片桐大きくクリア。ここで前半戦が終了、1対1、同点です。水沼さん、前半振り返っていかがでしょう。前半の調子から見て逆転は可能だと思いますよ。手元の時計で5分になろうというところ、シエロ徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。右にパスが出ます。スライディング、長い、大きくクリア。手元の時計で5分を回ったところです。両チーム一歩も譲りません。なんとかしたいですよね。ブッフバルト左に短い連携がうまくいってません。珍しくミスぎした。大きくクリア。手元の時計で10分を回ったところです。ボールはシエロ、ここは監督の声に応えたい。通った、絶好のチャンス。シエロオープンスペースを探します。短く後ろへ、センタリング要注意です。押し込んだ、決まった、ビューティフルゴール。手元の時計で10分が経過しています。シエロチャンスを逃しませんでした。決めたのはアルラシード。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。
絶妙のクロスでした。いいクロスにいいシュート、これは見てて楽しいですね。綺麗に合ってますね。あっと、決まった、ミラクルゴール。後半20分を回ったところです。チーム1点をもぎ取りました。8番きっちりと決めてゴールイン。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。一体何人抜いたのでしょうか。まあスピードバランスともに言うことないですね。よく練習したんですね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。ご覧いただいた通り3対1、シエロ決勝進出を決めました。シエロとうとう決勝進出ですが、やりましたね。ここまで来たらぜひ優勝してほしいですね。放送席解説は水沼貴史さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。水沼さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。失礼します。全国のサッカーファンの皆様、こんばんは。そろそろ春の目覚めが近いようです。 J リーグ19クラブ対抗のスプリングトーナメント決勝、いよいよトーナメント戦決勝、シエロ対サンフレッチェ、あの優勝カップを手にすることができるでしょうか。シエロ実況担当は安塚博士、解説は元日本代表の水沼貴史さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は 5-3-2 のシステムで臨んでいます。ファール覚悟か。ここでカウンター、こうだ、川本、キーパー1対1、あとボールこぼれた、決まった、シエロ先制ゴール。前半開始直後、シエロ先制のゴールを決めました。杉下、チャンスを確実にものにしました。
VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。杉下、いいところに張っていました。シュートを枠に打つっていうのは基本ですからね。ディフェンダーのチェックが遅れたっていうのが幸いしましたね。手元の時計で5分になろうというところ、注目しましょう。巧みなボールさばき。おっと、強引にスライディング。なんとかピッチをしのぎました。前半24分、シエル、このピンチをしのげるか。ここは見せ場です。久保、道木、シエル、早い段階で抑えておきたい。絶好のチャンス。おお、手元の時計で前半30分を回ったところです。決めたのはレオンチェフ。落ち着いて決めました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。絵に描いたような見事なコンビネーションで得点をゲット。相手の要求するところにピタッと出すということの繰り返しなんですが、難しいですよ。ここで前半戦が終了。2対0、シエル2点のリード。水沼さん、前半をご覧になっていかがですか？安心できる得点差じゃないですよね。試合再開です。手元の時計で10分が経過しています。シエロ、攻め込む隙を伺っています。通った、絶好のチャンス。そのままゴール前まで走り込む。ちょっと迂闊だったか。珍しくミスです。手元の時計で20分が経過しています。シエル、徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。8番、巧みなボールさばき。8番、ゴールを目の前にして止められました。後半35分を回ったところです。シエル、このピンチをしのげるか。ここは見せ場です。クワバー、なんとかピッチをしのぎました。手元の時計であと5分、体で止めに行った。ここでカウンター。こうだ。さてどうしますか。キーパー1対1。あーっと、まだチャンスは続いている。決まった、シエロ、ファインゴール。手元の時計であと5分、あるらしい、ダメ押しのゴール。全く容赦ありません。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。アルラシード、いいところに張っていました。シュートを枠に打つっていうのは基本ですからね。ディフェンダーのチェックが遅れたっていうのは幸いしましたね。ここで試合終了。
ご覧ください、各選手宙を舞うような喜びようだ。シエロスプリングトーナメント優勝です。選手もサポーターも優勝気分で大いに盛り上がっています。シーズンオフの調整がうまくいっていたようです。今年の公式戦期待できそうです。それでは関西山のスタジアムからお別れしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。